手作りのものばかりで大したおもてなしはできませんが、ぜひ楽しい時間を共にお過ごしいただきたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。でですね、住民の方々、特に、お年寄りの方に大変人気があります。お二人の末永い幸せと御両家のクリスマスの安眠をイメージしまして乾杯したいと思います。ご唱歌をお願いします。乾杯。人に好かれ、人を引きつける魅力のある福井君だからこそ、きっと素晴らしい先輩後輩同僚の方々と出会い支えてもらっていることと思います。私たちはこれまでにたくさんこの笑顔に焼かれ、一緒にいると安心かけられました。そしてあっちゃんの優しさにすごく救われてきました。お母様、
the searching stops because you finally found home. So may I hold your hand for the rest of our lives. お父さんお母さん、27年間愛情いっぱいに育ててくれて、そして式の直前まで以来いろいろと心配かけてごめんね。いつも大切に思ってくれてありがとう。心配ばっかりかける娘でしたが、大切に育ててくれて本当にありがとう。ケンイチさんと幸せに生きていきます。これからも温かく見守っていてくださいね。ご指導ご鞭撻をお願いする機会が多々あると思いますが、その時にはどうぞよろしくお願いします。この先の長い結婚生活で、今日のような雨の日も風の日もあろうかと思いますが、皆様方からいただいた温かいお言葉を胸に二人で乗り越えていきたいと思います。休みも合わなくて、準備もなかなかできなくて、いろいろ喧嘩もして、でもやっと今日この日を迎えられました。それはナオミの協力があったからだと思います。これからもずっと一緒にいてください。よろしくお願いします。I just wanna be the one that makes you